いや、皆さん、こんばんは。よくいらっしゃいました。私自身、この展示されている布に関わって、それを作る構造とか、あるいはいろいろな技法、いろんな手法関わってまいりまして、ものがここにあるんですが、ほとんどのものは今日初めて見ました。つまり布というものは固く、そのものが固まっているものではなくて、時に風になびき、あるいは光によって変化し、さまざまなその横たわること、縦に吊り下げられること、さまざまな形を見せてくれます。私は今までずいぶんいろいろな場所、いろいろな美術館や学校、場を与えられて、布について語り、自分の布をこう説明、解いて、こんなふうにして作ったとか、随分と偉そうなことを言ったなというような、ことを今日はまず感じました。この展覧会は多くの人たちの力で、布というものがこういう見せ方をすることができるんだ、これからどんな可能性があるかわからない、まだまだいろんな可能性を秘めているんだということを感じていただきながら、楽しんでいただければ何よりだと思います。私もちょうどこの10年間、もう11年になるんですが、片肺を失って、声もかすれ、その上、翌年には胃袋を全部取ってしまいまして、大きなその仕事がなかなかできない。ただ夢だけは大きく見る。なんか夜夢見ている時が自分で目覚めて食事をしたり、薬を飲んだり、メールをチェックしたり、時には少し文章を書いたり、もちろん布のことも考えたりすることの方が苦しくっていうか、夢の中で描いていたことが夢の中で描いていたようなことが今日ここで
こういう展示の会場で、これが夢ではないんだという、大変驚きを感じている次第です。ぜひ皆さん、これ微妙に光が変わったり、布がなびいたりすることも、ぜひ楽しんで、存分にゆっくりご覧になってください。その旅ごとに違う考えを持つだろうということを楽しみにしておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。